サイエンスライター、北丸雄一の地球放送、地球の歴史、その10。今回は断続平行説について語ります。断続平行説、これはアメリカの古生物学者、グールド博士。こちらの方ですね。が唱えた独自の進化論です。グールド博士というと、カンブレバガーなる言葉を流行らせた、超本人なんですけど、 カンブレバカーは根拠のない洞話でした。このことは前回の動画、地球の歴史その9で説明しました。今回説明する博士の断続平行説。これもカンブレバカーズというホラー話と関係してくるんですね。グールダクスはバミューダ島の片つむりから断続平行説を思いつきました。バミューダ島は大西洋の離れ小島で、 長さ23キロぐらい、幅2キロメートルぐらい。そして、カタツムリのカスキが見つかるんですね。バミューダのカタツムリのカスキを見るとこんな感じです。上が現在のカタツムリで、一番下が30万年前のカタツムリ。形も大きさも全然違いますね。これを見たグールダカスは、 ダーウィン進化論では説明できない進化の証拠を見つけた。そう考えたんです。進化論を生み出したのは今から150年前のイギリス人、チャールズ・ダーウィン。ダーウィンさんはこう考えました。小さな改良が長い時間をかけて積み重なる。そうやって進化が起こる。一方、バミューダの片詰めを見たグールダクスはこう考えたんですね。 ダーウィンが言うように、小さなカエルが積み重なって、進化が起こるなら、こうなるはずだ。必ず中間が疑って、カスケも変化が連続するはずだ。でも、実際にはこう。カスケは断続的に形を変えている。連続ではない。つまり、進化は断続的に済むのだ。生物はダーウィンが言うようには進化しない。 徐々に変わるのでなく、ほとんどの時間、同じままでいるのだ。いわば平行状態にある。ずっと同じ、ずっと同じ形をしている。ところが、突然姿が変わる。そしてまた形が変わらない。そういう時代がしばらく続いて、またパッと姿が変わる。そして平行状態になる。 ずっと同じ形をしている。そしてまたパッと変わる。パッと進化する。進化は断続的に進む。そしていつもは平行状態で変化しない。すなわち、断続平行説。グールダクセはこう考えて独自の進化理論を提案したんですね。でもね、まず生物学者たちから そりゃおかしいぞ、と突っ込まれたんですね。生物は生存競争をしています。勝った側が数を増やす。こんな感じにね。実際の生存競争はこんな一対一のコロシアムじゃないんですけど、分かりやすいからこうしますね。さて以上ではレベル2とレベル1の戦いにしていますけど、 勝ち負けには性能や装備の差だけじゃなくて、確率も入ってきますよね。サイコロのデメ次第では、レベル2が負けることもある。もちろん、はっきりした性能差があると、運だけでは全体の数勢は覆せません。やっぱりレベル1が負けてしまってレベル1はレベル2に置き換えられてしまうんですね。 進化はこうやって起こるんです。でもね、もしもレベル差がほとんどなかったらどうなるか。例えばレベル1.01と1.00。違いがわずかだから、運の要素が大きくなってしまいますね。レベル1.01が勝ったり、レベル1.00が勝ったりする。つまり有利さが確率にかっされてしまうんです。でも進化は実際に起こっている。 だとしたら確率にかけされないそういう有利差があるはずですね。それだけの有利差があると、進化はどんなに遅くても5万年で完了してしまうんです。貝殻の形が変わるスノグラの進化なら1回5万年で完了するはず。しっかりにバミューダの形の生かす気は30万年分。これはダインが言った通りの普通の進化でしょう。 断続傾向なんてトッピな解釈をする必要はどこにもないよね。グールド博士はね、生物学者からそう突っ込まれてしまったんですね。そして地質学の視点からも指摘があったんです。これはね、今から150年前、ダーウィンさんが書いたことを思い出すいいですね。ダーウィンさんは進化論を考え出したから、生物学者だと思われがちですけど、 ダーウィンさんのキャリアはね、地質学から始まっているんです。だからダーウィンさんは地層の出っかとよく理解していたんですね。そして化石記録が不完全なことも知っていたんです。ダーウィンさんの説明をバミューダの地層に当てはめて考えてみましょう。バミューダ島は生物が作った炭酸カルシウムの骨格でできています。サンゴとか。 あるいは有効中とか、いわゆる腰砂ですね。生き物の骨格が砕けて海岸の砂になって、風が吹くと内陸へ飛ばされていく。そして積もる。こうしてバミルダの地層はできていくんです。そして埋もれたカタツムリがカスキになる。砂はさらに積もって、またカタツムリがカスキになる。 前より時代が経っているので少し形が変わっていますね。このように順調に地層と化石ができていくと少し進む進化の様子が化石として記録に残されるんですね。でもね、ダーインさんは実際にはこうはならないと気がついたんです。地層が積もって化石ができてさらに次の地層と化石ができる。 ところが雨の日に、ここを水が流れるようになったらどうなるか。雨が降るたびに水が流れる。こんなことがついたら、上の地層は削れて、上にあったカスケもなくなってしまいますよね。でも周囲の地形が変わって、雨が降っても水は流れないようになった。すると地層はもう削られません。 削られることなく、砂が再び積もっていくんです。するとまた砂が大好き始めます。カスキも残る。でも、中間にあったカスキが地層ごと削れているから、突然形が変わったように見えるんですね。本当はこうなるはずだったのに、間を抜けて、 形がいきなり変わったように見えてしまうんです。ダーミンさんはね、地層の出来方を考えると、こういうことが起こり得るから、化石の記録をのみにしてはダメなんだよ、と指摘しているんですね。でもね、グールド博士は化石記録を見たままに解釈してしまったんですね。自分が見つけた化石を見て、生物は急に進化して、 停滞して、また急に進化するのだ。これぞ断続平行説だ。と解釈してしまったんですね。でもね、他の科学者は、グールドアカスはこう解釈しているけど、実際にはこうだろう化石の記録は抜けているだけで、本当は徐々に進化していたんでしょう化石記録を見たまま解釈して、 断続平行とか、そんなこと言っちゃダメでしょう。グールド博士はね、皆にそう突っ込まれてしまったんですね。こうしてグールド博士の断続平行説は消えてしまったんです。断続平行説はね、不完全な化石記録を鵜呑みにした幻だったんですね。グールド博士はバーチェズ・オブズンを見て、カンブリア・バカスだと吹いしたけれど、 これもね、化石記録を鵜呑みにした解釈だったんです。たくさんの化石が見つかるから、この時にたくさん進化したに違いない。グールダークスはそう考えたんだけど、そんな解釈をしてはダメだってことなんですね。さて、幻のあったカンブリアバカースと断続平行説でもね、 バミューダのカタツムリには面白い謎が隠されていたんです。バミューダ島では何度も天敵が進化して、そのためにカタツムリは貝殻を大きくして対抗したらしいんですね。そして天敵は何度も全滅して、そのためにカタツムリは元の姿に戻ったんです。でも、また天敵が進化して、そのためにカタツムリは貝殻を大型化させたんですね。 バミュードのカタスムリカスキは何度も進化してくる天敵との戦いの記録だったんです。次の放送ではその話をします。